お笑いコンビアンガールズの田中拓司さんが結婚したことを発表しました田中さんは26日に配信された日本放送のポッドキャスト番組で結婚したことを報告お相手は30代の女性で今年の元日にプロポーズし1月22日に婚姻届を提出したということです相方の山根義明さんにも結婚したことを伝えていなかったそうです 田中さんの結婚発表に同じ広島県出身で親交のあるお笑い芸人の有吉弘行さんは自身のツイッターでおめでとうとコメントし田中さんの写真を投稿しています。